みんなの昔話。昔昔、あるところにおじいさんと犬が住んでいました。ある日、おじいさんは山へ芝刈りに、犬は村へ洗濯に行きました。村で洗濯しようとすると、面白い犬がいると村で評判になりました。そして犬はそこに住み着き、楽しく暮らしましたとさ。おしまい。人気者の犬